お疲れ様です。皆さんは日本の最東端の映画ロケ地はどこだろうと考えたことはないでしょうか。まあないでしょう。日本本土の最東端というのは北海道の納沙布岬っていうところなんですけど、そこは北海道根室市という場所になります。つまり根室市で映画ロケが行われていたら、そこが日本最東端の映画ロケ地となるわけなんですね。で、調べてみたんですが、やっぱりいくつか撮影が行われておりまして、まずはドラマなんですが、北の国から95と98では根室市の落石という地区でロケが行われていました。次に新垣結衣主演の「花水木」という映画があるんですが、これが根室市のアットコ地区で行われております。根室市内では上川隆也主演の「大地の子」という NHK ドラマでの撮影が森林地帯で行われたそうなんですね。同じく根室市内では映画「男はつらいよ」、サブタイトルが「夜霧にむせぶ虎次郎」が撮影されております。そして一番最東端の納沙布岬ですが、これが映画「ゴジラ2000ミレニアム」という1999年公開のゴジラ映画みたいなんですけれど、そのロケが納沙布岬で行われたみたいなんですね。どうやら納沙布岬の沖からゴジラが現れて根室市内を襲撃するシーンで使われたようです。まあそんな感じで調べてみたら、意外と根室市で撮影されているんだなということが分かりましたので、日本最東端の映画ロケ地は根室市と認定してよいかと思います。ちなみに根室市は日本本土最東端ではあるんですが、日本最東端は南鳥島というところで、納沙布岬よりも結構東側に位置しているんですね。まあ、もちろんここは一般人立ち入り禁止なので、映画のロケも行われていないと思います。まあ、いつか捕まる覚悟で行ってみたいなと思う場所ではありますね。で、今回なんですが、北海道の旅をしている最中に手違いで根室に1泊することになったんですね。で、夜7時頃に花咲線で根室駅に着きました。翌日なんですが、10時過ぎにバスに乗って中標津というところまで行かないといけなかったんですが、まあせっかく根室まで来たから、バスの出発時刻までロケ地巡りできないかなと考えまして、急遽ですね、男はつらいよ、夜霧にむせぶ虎次郎の根室市内のロケ地を時間の許す範囲で回ってみました。お疲れ様です。本日はですね、根室駅に来ております。日本最東端の町と呼ばれる根室なんですけれど、まあ、本当はね、この根室には来る予定はなかったんですね。まあ、ちょっとね、ふとしたことからこの根室に1泊泊まることになりまして、で、今朝ね迎えました。で、9時半、今現在時刻は9時半でございます。で、今日はですね、まあせっかく来たんだからなんかちょっと見ていこうと思いまして、昨日の夜ねいろいろ調べたんですけれど、映画「男はつらいよ」の3作目か2作目で「夜霧にせむぶ虎次郎」という作品で、この根室市がですねロケ地に選ばれていたので、まあそこをねちょっと紹介したいなと思います。この根室駅から結構歩いて、そんなに時間のかからない場所にいくつかポイントがありますので、そこまでまず行ってみたいと思います。昨日釧路から根室まで花咲線を使ってやってきたんですが、釧路と根室って結構近い場所にあるから、しかも名前も似てるから、隣同士ぐらいの感覚なのかなと思ってたら全然違いましたね。鉄道で2時間半かかりました。この辺は結構霧が出ることが多くて、まあ、今日もあんまり天気は良くなくて霧っぽくなっているんですが、映画のタイトルにもある「夜霧」っていうのがもしかしたらこの根室市のことを指すのかなと勝手ながら推測しております。根室駅の入り口には大きく「返せ北方領土」と書かれております。あ、向こうにも看板ありますね。返せ北方領土、多分あれ市役所じゃないかな。この左側の公園が常盤台公園っていうんですけれど、この辺でロケが一つ行われました。まずはこのカットの比較です。ここは根室市役所の真横にもなります。季節の違いはあるんですが、道路の形や公園の入り口など特段当時と変化はありませんでした。映画に映っている車種だけが時代を感じますね。こちらが常盤台公園の入り口となっております。駐車場入り口かな。で、この公園の中でもロケが行われておりまして、まあ、その時はお祭りをやっている演出だったんですね。ただそのお祭りは実際この根室市ではやってないみたいです。映画だけで行われた演出だったみたいです。公園の中は結構変化していました。赤いシャツの男性は渡瀬恒彦さんです。芝生になっているところは一緒なんですが、現在は謎のモニュメントがあったりしました。あと奥のベンチはおそらく当時と今で多分一緒じゃないのかなと思います。少し別のカットに移ります。この公園は少し高台にあるので、木が少ない当時はここからでもすっきりと街を見下ろせる格好となっていたようです。奥の建設中の建物はおそらく映画のセット、黄色い方は分かりません。トラさんが歩いている遊歩道は変わらずに存在しておりました。今日4月11日なんですよ。で、もうすっかり春なんですけれど、全然やっぱ桜はこっちは咲いてないです。函館でタクシーの運転手の方に話を聞いたらですね、やっぱり北海道はまだ1週間ぐらい先だと言っておりました。雪は降ってないにしてですね、今日気温は多分今1桁だと思います。手が結構かじかんできました。はい、あとこの辺でも撮影が行われました。この辺ですね。特に奥にある右読みで「薄い」と書かれた蔵がヒントになります。こちらも比較するとこんな感じになります。奥の碓井と書かれた倉庫が当時と変わらず残っておりました。手前の電柱や右側の自動車販売所なども変わっておりませんが、映画だと霧がかっていて雰囲気が出ているのが分かります。少し左側を映したカットはこんな感じです。バイクの男性が渡瀬恒彦さんで、女性が中原理恵さんという今は引退された女優さんです。映画に映っていた蔵はこちら、非常に特徴的な文字で「薄い」と書かれております。右読みなのでね、ちょっと一瞬「氷薄」って何のこっちゃと思うんですけれど、多分右読みの「薄い」で合ってると思います。この蔵は使われてるのかな。すごいいい蔵です。車が何台か止まってるので、敷地としては使われてるんでしょうね。奥にもなんか似たような蔵がありますね。碓井商店という表札がかかってます。多分関係者なんでしょうね。そして向かい側には北の勝酒造場という建物がありますが、多分あそこに見える碓井の建物、あれが映画に映っていた建物なんですが、多分ね、形からして同じ持ち主、同じ会社のものと思われます。普段お酒をあまり飲まないんで知らなかったんですが、この北の勝っていうのは日本酒の銘柄で、その製造元が碓井商店、正確には碓井勝三郎商店という個人商店が製造元になっているみたいです。1887年に碓井勝三郎という方が創業して成功して1代で財を成すことができたという、地元の名士みたいな方だったんではないでしょうか。根室市内の酒屋には大抵北の勝が置いているみたいです。次に紹介しますのは、ヒロイン役の中原理恵さん演じる風子が勤めていた床屋さんになります。それがこちら、今でも残っているとのことなのでここまで来てみました。ほぼ駅から一直線なんですけれど、そんなに遠い距離ではないです。でここまで来ると奥にもう海が見えてきましたね。はい、風子が勤めていた床屋さんはこちら、理容小田原さん、寅さんとの撮影もここで行われております。こちらが理容小田原の正面のカットです。建物の外壁は変わっていますが、入り口の扉は当時のままの気がします。現在はサインポールが小さくなっております。少し遠めのカットです。このカットも大きくは変化はないんですが、今空き地の場所も当時は建物が建っていたようで、また横断歩道の白線が剥げかかっているのも心なしか寂しくなっております。ちなみに映画公開が1984年なので38年の開きがあります。次に理容室の入り口から別の方向を映したカットになります。横断歩道を渡ったところに靴修理と書かれた建物が建っていますが、今現在は空き地となっております。手前の電柱に寅さんが寄りかかっていたと思うと、記念に頬ずりでもしておいてもいいかもしれません。最後に再び根室駅方面のカットになります。理容室の裏口と思われる階段やその横の排水管がそのまま残っておりました。残念ながら手前の歩道の改修が滞っている気がします。はい、というわけでございまして、向こうに見える床屋さんが先ほど紹介した場所、ロケ地のポイントになります。せっかくね、ここまで来て、すぐ近くに海が見えますので、ちょっと海を見ようかなと思ってこっちに向かっております。で、映画「男はつらいよ」でも港のシーンがあるんですけれど、それはですね、なんか花咲漁港っていって、ここの辺じゃないんですね。ちょっとね、歩いてはいけない距離のところになりますので、そこはちょっと紹介割愛させていただきます。この辺まで来るとなんか道が整備されているような場所に出ました。精肉店の看板が取れてます。ここにも床屋さんがある。床屋さんはなんかちょくちょくありますね。あっちにも床屋さんあるしな。あっち側には床屋さんはあります。パチンコホワイト、このパチンコ屋さんも営業をやめてからどれぐらい経つのかわかんないんですが、道はね、なんか街灯とか見る限りね、微妙に綺麗なんですよね。北海道は昔ですね、石炭をたくさん取ってて、炭鉱時代なんて呼ばれたりするんですが、有名なのは夕張市とかですよね。あの辺は炭鉱で栄えた町 でその石炭がエネルギー革命でもう使われなくなっちゃって町自体が衰退していくみたいな、北海道の各所で起こっているんですけれど、この根室に至っては、石炭は別に取れる場所はなかったんですね。山ではないので、なので昔から港町、そして今も港町なんですが、人口減少とか漁獲量の減少とかでやっぱりちょっと衰退している感じがどうしても否めないですね。はい、とりあえず海岸までやってまいりました。非常に穏やかな海でね、全く波音一つしないです。で、今日はね、霧が出ているせいで天気は悪いんですが、天気がいいとね、確か国後島とか見えると思うんですよね、距離的に。北方領土問題というかロシア問題で今大変なことになっておりますが、なんかね、ちょっと前のニュースで、ネットニュースだったかな、それでね、北方領土のどっかの島からこの北海道の本土、この北海道まで泳いでね、逃げてきた人がいるなんて、そんなね、ニュースを見たような記憶があります。何だったかな、ネットニュースだったかな。あれ、ここに旧根室郵便局跡地っていう場所がありますね。ですね、映画の中で寅さんが泊まった旅館があるんですけれど、その旅館の近くに、郵便局があったんですね。こっちには警察署跡地と税務署跡地がある。で、寅さんが泊まった旅館の近くに郵便局があったんですよ。ただ今の郵便局の場所と照らし合わせると、そこにちょっと旅館があったようなイメージがなかったんですよね。なので、もし今のね、旧跡地のところが映画に映っていた郵便局だとしたら、多分ね、寅さんが泊まった旅館、北見旅館っていうんですけど、それはあの辺あたりになるんじゃないのかなと思います。はい、一応郵便局の位置と合わせてみると、この北見館っていう宿はこの右側のこの廃墟になっている建物あたりに立っていたはずなんですが、ちょっとでもしかしたらね、映画と見え方違うかなと思います。一応比較してみたんですが、こんな感じで少し雰囲気が違うので、ここじゃない感があります。映画の奥には郵便局があって、さっきの旧郵便局跡地の目印があったところとも位置は一致してるんですけれど、手前に歩道がなかったりと、ちょっと印象が異なりますね。はい、根室の海を見てきたんですが、実際にね、もうちょっと北方領土、それこそ択捉島とか見るのは納沙布岬の方行かないと見れないんですね。で、この根室市から納沙布岬までもまだまだ距離があって、バスだか車だかで行かないといけない。もちろん鉄道は通ってないので、歩いてなんて当然行けないんですが、そこまで行くと本当の日本最東端になるわけです。はい、というわけで根室駅に戻ってまいりました。11時5分ぐらいのバスに乗らないといけないので、あと時間は20分ぐらいしかありません。ちなみにバスターミナルはあちらになります。で、この根室駅は、根室本線、通称花咲線と呼ばれる路線で、釧路まで伸びているんですけれど、もっと先は滝川まで伸びているんですが、寅さんはここから列車に乗って釧路方面まで行ったというストーリーになっております。根室駅ホームを望むカットもあったので、最後に比較します。手前の名所案内板は消えておりました。映画では奥にコンテナとトラックが見えますが、当時は貨物ヤードになっていたようです。現在はその設備も消えて、ただただ原っぱが広がっているだけでした。というわけでですね、一応今回の「男はつらいよ夜霧にせぶむトラジオ」のロケ地の紹介はここまでとしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。